こんにちは、タコです。本日は、金騎士と黒騎士、どっちがレアスキンなのか、話していきたいと思います。よろしくお願いします。結構ね、質問で来るんですよね。黒騎士と金騎士、どっちの方がレアなんですかっていうね。で、中にはね、黒騎士ではなくね、ミスったな。どうして金騎士の方がレアなのに黒騎士使うんですかとかいうね、質問とかもね、ありますのでね、これからね、個人的、まあ、一個人的な意見としてね、話していきたいと思います。さあ、2ラウンド目、ツンドラダッシュ。まあ、本日はソロショーで、適当にね、やってね、お話ししていきます。まあ、単刀直入に、簡単に言いますと、黒騎士と金騎士、どちらが、レアかと言いますと、圧倒的に黒騎士の方がレアですね。その理由をね、これから、喋っていきたいと思います。まあ、金騎士と言いますと、入手手段。もうね、こんなにね、配信とか動画、やってんのにさ、いつまでも、噛むよね。失礼いたしました。ということで、金騎士の入手手段。クラウンランク、レベル50。クラウン数3039を取ると獲得できますね。で、対する、黒騎士はですとね、ディスコードの、ホールガイズ公式のディスコードのイベントで入手できるんですけど、まあそれがね、ごく一部の人しか入手できなくて、まあその内容と言いますと、まあいろいろとあるんですけど、まあディスコードで、抽選で、何名様かに、当選するね、ギブアウェイズっていうものとね、あとはなんか、謎解きイベントとかね、ディスコードで出されたお題に沿ってね、その謎解きを先着で解けた方がゲットできたり、あとはなんかね、あ、ミスってんな。4コマ漫画、フォールガイズの4コマ漫画で、指示された、先着、まあ、上位何名とかにゲットできたりね、まあ、いろいろとお題があったわけですよね。あとは、2020年8月にこのゲームがリリースされたんですけど、2021年の2月までに金騎士を持ってた人は、マジックドラゴンとかね、黒騎士とかね、限定スキンをゲットできて、まあ、日本人は、いなかったんかな、まだ。2021年の2月には、まだ誰も金騎士持ってなくて、まあ、それを日本人で該当する人はいなかったわけですね。で、ちなみに、最速で、クラウンランク50、3039を稼いで金騎士をゲットした人は、2021年の4月ですね。その日に日本人最速で金騎士を入手したわけですね。まあ、つまり、まとめますと、まあ、黒騎士は、まあ、世界で、まあ、100人か200人単位ぐらいで持ってる人がいるんですけど、まあ、日本人はね、あんまりそのディスコードのイベントとか、ディスコードのイベント謎解きとかね、いろいろあったんですけど、まあ、すべて英語でのイベント開催だったので、日本人はかなりそのね、イベントに苦労してね、なかなか先着でクリアできなかったりね、して。まあ、大体日本人が持ってるとしたら、ディスコードの抽選で当選した人。まあ、自分もそれの一人なんですけど、まあ、大体ディスコードの抽選で当選してゲットして、日本人だと確認する中でまだ、黒騎士5人とかぐらいしかいないかな。まあ、そのぐらい貴重ですね、日本では。まあ、それに対して金騎士は、まあ、クラウンランク、50、3039、ゲットできれば、まあ、誰でも入手できるわけですよね。入手する可能性と、言えばね、まあ、誰でも該当するんで、まあ、圧倒的に金騎士の方が価値は低いと思いますね。さあ、ファイナル、ファイアウォールフィナーレ、やっていきましょう。で、黒騎士は、あ、やば。めっちゃ狙われる。めちゃくちゃ狙ってくるやん。一回押したら終わりなんだよな、これ。まあ、金騎士のスキンはね、ヘイトが高すぎるので、こんな感じで捕まれますね、ノラマッチは。
回待つか。ワンチャンまだあるな。まだある、まだある。いや、待って。落ち着け。いや、まだいけるな、これは全然。いや、まだ、まだ参るはず。いけるいける。で、黒騎士がゲットできる、あの、ディスコードの公式、フォールガイズ公式がね、やってるイベントはね、無料化してからは一切開催されず、まあ、無料化から始めた人たちは入手する手段が、今のところ、ゼロなので、まあそういったことに関してもね、圧倒的に黒騎士の方が希少的で、まあ金騎士は誰でも手に入る可能性があるので、まあ天と地の差ぐらいの希少率というわけですね。GG。さあ、2戦目やっていきます。今度は、黒騎士のスキンを着て、やっていこうと思います。行きましょう。まあこれで、1試合目でね、まあ結果は出たと思われます。まあそれでもね、視聴者的には、やばいなこれ。いや、タコの意見は全く、納得いかない。金騎士の方が、レアっていうね、意見もね、それはそれで、いいと思います。コメント欄でぜひね、どっちの方が個人的には、レアだと思うっていうね、意見をね、ぶつけていただければ、まあ、一層、この話がね、盛り上がると思いますので、よろしくお願いします。まあね、まあ自分はこの意見だけど、他の人の意見は、まあ否定しないっていう、言うならね、いいと思います。まあ、まあ、いろんな意見はね、あっていいと思うので、あれそう、そんなこと言ったら。まあね、否定をしないでね、いろんな意見があるっていうのはね、とってもいいことだと思います。3ラウンド目はキューブクラプションやっていきましょう。まあね、まあどっちもね、捕まれるね。レアスキンには変わりはないんですけど、まあとにかくね、あのヘイトは買いますね。こういう野良マッチだと。まあクリエとかでね、やる分には全然いいんだけど、本当にね、黒騎士も金騎士もね、まあ皆さんにとってはどっちも希少スキンで、まあ強い人って思われると思うんで、やばい。もう、泣きたいんですが。いけ。あ、ちょっと、それはまずい。それはまずいプレイなんですが、ギリギリ耐えましたね。まあどっちのスキンにしろね、捕まりやすいんで、な、気をつけた方がいいっすね。使う方は。まあ金スキン着てみればわかるけどね、めちゃくちゃ捕まれる。まあそういったね、ことを考慮しながらね、皆さん使っていきましょう。さあ、サイが来ましたね。これは、しっかり耐えていきましょう。よいしょ。OK、これで、3人ぐらいか。さあ、またクリエで、しかも短いファイナルで、全然尺稼げなくて、ちょっと、切れていいですか。ということで、パルクール、パニック、やっていきます。まあ、これで、勝ってね、黒騎士で。で、勝ってね、気持ちよく終わりたい。でも全然加速できてないけど、まあ、下ルート行けば、ドラマはいけますね。ほいほいほい。オッケーですね。これで、1位が、取れますね。オッケー。で、2連勝、金騎士と黒騎士で、勝つことができました。ということでね、金騎士と黒騎士、どちらが、希少なのか話していきました。またこういったどっちが希少かっていうね、動画撮っていきたいと思いますので、次の動画も見てください。それでは、ありがとうございました。バイバイ。